been trying hard to keep my cool, but when you're near, there's nothing that I can do. When you're walking in, I know it's true. It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls come down. Boy, you are the only thing I want. There must be a way I can make you see that if we fell in love, it will be so sweet. But when it's you and me, 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 nobody can bring us down, bring us down. はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらスマートプラスワン茨城西店さんにお邪魔しております。今日はね、車のコーティングしてみようと思います。はい、ではね、スマートプラスワンさんに着きました。ではちょっと受付の方行ってみようと思います。お邪魔します。あ、そうそう、ちゃんとね、繁忙報酬。はい、では、あ、どうも、こんにちは。すいません、 あ、 ありがとうございます。で、今日初めてご来店ということで、はい、ちょっと当店の説明をさせていただきたいと思います。会員制で予約優先制になっております。コーティングご用意いただいてますので、作業時間としては5時間から6時間ほど。あ、5、6時間あ、結構かかるんですね。はい、磨きをちょっとかけさせてもらっておりますので、本日コーティングの他にですね、土台として簡易製特典を取ってますので、年会費550円、はい、はい、取られて作業させていただきます。はい、で、今日はご予約いただいている内容なんですけども、こちらのハイドロフィニッシュのこちらですね、スタンダードコース、ご予約いただいております。はい、今日ね、カーコーティングするのは、ソフト99のハイドロフィニッシュ。ハイドロフィニッシュはね、疎水系と言われる、ガラス系コーティング剤ですね。疎水と撥水ってあるんですが、撥水は玉のような水弾きしますよね。疎水っていうのはね、水がね、こう集まっていくんですよね。膜状にまとまってスーッと引いていくのが疎水ですね。なので雨が降った後ね、鱗状のようなシミが残らないということですね。青空注射の人にね、結構おすすめですね。ではいよいよね、施工する前にこんなんもらっちゃいました。ドリンクチケット、これさえあれば飲み放題食べ放題。これはサービスのパンなんですね。はい、ちゃんとチンできる、ちゃんとチンできる。これあれですよね、スマートプラスワンさんって、はい、オートバックスさんのグループなんですよね。はい、で、そこの商品がこんだけいっぱい、はい、すごい、こんなんもある。これ何、これビニールラバーケア、はい、革製品のメンテナンスで、あ、革製品のメンテナンスとか、はい、いろんなグッズが揃ってるんだな。ここで買えちゃう、あ、すごい、めっちゃ高い、これ8000円。8000円、有名どころといいますか、スパシャンっていう。へえ、スパシャン。まあ、コーティングも兼ねてる商品。へえ、あ、はい、シャンプーコーティング、あ、こんなんも買えちゃうんですね。はい、高須、鍵をお渡ししてよろしくお願いします。はい、ちゃんと施工前に、シートカバーしてくれるのね。ではね、いよいよ磨いてもらいます。その前にね、洗車してもらいますね。結構ね、雨のこれ水を垂れたような結構汚れが溜まってますよね。あとね、こういった水がピチャンとね、跳ねたような跡、こういうのがね、つきにくくなるということですね。結構このインプレッサーやっぱね、雨ざらしなんでね、やっぱこういうのやっぱ気になりますよね。外に保管されているお客様で、はい、洗車をこうなかなかできないよという方は結構こういう風になるケースが多い、ね。そうですよね。こう垂れた後ってなんかよく散見されますので、そちらを中心に今回は施工していきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今こちら施工前の、水弾きテストしてます。こんな感じですね。まあまあ弾いてるようには見えるんですけど、これがさらに弾くようになるという感じですね。あ、うっすらボンネットの上に水がまだ乗ってるような感じがします。いや、今日はね、いい天気なんで車が水浴びして気持ちよさそうですね。俺もかけてほしいわ。いや、洗車してもらってさっぱりですね。
今ねこれ鉄粉落としてもらってるんですけど、ちょっとピンク色に色が変化してますよね。これだけ鉄粉が今落ちているということですね。いやもう今日はね梅雨なんですけど、やたら天気が良くて室内めっちゃ涼しいわ。今日はちょっとアイスコーヒー頼もうかな。そうそう、これで頼んじゃおう。お腹も空いたし、どれにしようどれにしようどれにしよう。あ、クロワッサンお前言うてたな。ここでお茶頼むんかな。カフェラテのアイス。はいはい。あー喉乾いた。頑張ってもらってる間ねちょっと休憩して悪いんですけど、めっちゃ楽。はい、お自慢のパン、これねおすすめらしいです。うん、クロワッサンうまいからのカフェラテ。はい、綺麗にねマスキングしてもらって、今から研磨作業に入ります。お、これで磨くんですね、すごい。なんか磨きのコツってあるんですか。ここだけスポットで傷を消すというのも、全体的にこう、はいはい、ディテーリングを鳴らしていくっていうのに注力して私はやっています。はい、今ね一生懸命磨いてもらってる間に、こちら台車ですね。まあ台車はね限りがあるので、予約の時に押さえとく感じですね。コーティングする前にねもう一度洗車ですね。今ね流してる水が純水っていうもので、透明感のあるね仕上がりになるらしいですね。これがハイドロフィニッシュ。お、なんか今入れましたね。そうですね、二液性になってるんで一つまとめてですね。お、混ぜる感じで。そうです、混ぜますね。はい、ではねお腹空いちゃったんでお昼ご飯食べます。ミートボールミートソースがね一番売れてるということで、これね会員様だったら583円になるんですね。300円ぐらいお得と。これアイスコーヒーもねタダなんですよね、会員様は。まあ、550円払って、まあ、これでもうもっと取れてる感じですよね。ありがとうございます。うまそうではいただきます。ミートボールちゃんと入ってますうん、おいしい。これは最終チェックですか。そうですね、最後に、コーティングの、残りがないかどうか確認ですね。こうなんか束になって落ちていくというか。おお、すごいすごい。これが疎水か。ほんまや、めっちゃ楽。あ、すごい水滴がめっちゃ簡単に取れる。ね、日々の洗車も結構楽でしょうね、これやったら。そうですね、汚れを守ってくれるコーティングっていうのも入ってるので、汚れ落としに関しては非常に楽になっています。はい、
洗車も楽ということですね。やっぱ触った感じがだいぶ違ってくるんですか。そうですね、もうすごい最初に鉄粉も落とさせてもらってやってるので、触った感じがすごい最初の頃よりツルツルになってると思うんで、まあ、こういったところもやっぱりコーティングの良さかなと思います。はい、なんか車を大事にしてるなという感じしますね。そうですね、こんだけもうツルツルですとやっぱり乗ってても多分楽しいと思います。当店で施工しましたよという施工証明書になっております。まあ、万が一事故とか起こされた時に、コーティングが保険の対象になることがありますので、コーティング車専用のシャンプーを使っていただいて水洗いをしていただいて、はい、洗車機通さない方がいいんですよね。そうですね、洗車機入れていただいてもコーティング自体は落ちるとかはないんですけども、はい、今すごい綺麗な状態になって、まああまり回してしまうとそうですよね、前のお客様の、はい、砂とかがそんな状態で洗車機入れて、自動の洗車機はねそれありますよね、はい、しっかりとコーティングが乗っているかも含めてですね、うん、はい、1回純粋手洗い洗車は無料でご案内しておりますので、インプレッサーで2430円税込みの商品が無料で、無料手洗い洗車のね、チケットもらいました。1回タダでできます。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、車ピッカピカありました。そうですね、まあ、元々すごく綺麗だったんですが、はい、まあ、鉄粉であるとか、そういった汚れが乗っていた状態になりますので、はい、まあ、それを中心に今回は、はい、手間を含めてですね、はい、プラスさせてもらってハイドロフィニッシュをさせていただいています。いや、これでね、青空駐車も安心ですよね。そうですね。大阪でいうと大阪万博の、はい、太陽の塔のねあるところの近くにあります。あそこから、10分ぐらいですかね。そうですね、はい、10分ぐらい走っていただくと、はい、ここ国道何号線でしたっけ。こちらが171号線になります。171号線沿いにありますのでね、皆さん詳しくは下に、ね、リンク貼ってますので見てくださいね。はい、いかがでしたかね。いやー、なかなかのね、疎水力、これねやっぱり皆さんしといた方がいいと思いますね。特にね青空駐車してる方におすすめだと思いますね。こちらね、大阪の、茨城西店なんですけども、他にもう1店舗ね、宇都宮店もあります。ぜひね検索して行ってみてくださいね。